お疲れ様でした。お疲れ様です。まず今日の試合の振り返りをお願いします。そうですね。自分たちのリズムの時間もあれば、相手のリズムの時間もあった中で、相手の時間帯を粘り強く、キーパーの宮本中心にしのいで、自分たちの時間で、少ないチャンス、は作り出していたと思うんですが、粘り強く戦って、グループステージを突破できたこと、選手たちを本当に称えたいと思います。はい、ノックアウトステージ進出の意気込みもお願いします。はい、今日のようなやっぱり素晴らしい相手とプレッシャーがかかる中で、やっぱり試合でも多く戦いたいというのが、私たちの望みなので、本当に一戦一戦、アグレッシブに相手にプレッシャーかけ続けてアクションを起こし続けて、攻撃的にサッカーを続けたいと、その上で、勝ち続けて次のチャンスをまた、作り出したいというふうに思っています。はい、ありがとうございました。